七代川市は中華人民共和国国立交渉に位置する地球市の一つである。各交市に並ぶ中国を代表する炭鉱都市であり、1958年に採掘開始して、以来現在まで中国国内の石炭供給源の一つとされている。七代川市は国立交渉東部に位置し、南は鳥西市及びボタン鉱市、北はジャムス市及び各交市。 東は、草加も山市、西は、ハルビン市と接している。桃山区、那須川区、ツリ県に、味方から囲むように、市中心部に桃山ダムがある。このダムは、和光川として、松花江市流の一つに数えられる。市名は、オロチョン語で、滝木屋を意味する木頭画が点火したものである。初めての行政区画は1948年に、 設置された七大川区であり、1951年には第12区と解消されている。1956年3月の区政廃止に伴い七大川、那須川、中心川の三里に分割された。人民公社化が推進されると1958年9月には七大川、人民公社、同年12月には七大川航区人民公社が相次いで設置され、 1960年3月の七大川賃設置に伴い七大川賃人民公社と称されるようになった。七大河で産出される石炭を重視した中国政府は1965年2月2日に七大川特区を設置、七大河炭鉱で政府と企業の一体化が推進された。同年5月20日には七大河特区。 人民委員会が正式に成立すると七大川賃は廃止されることとなった。1970年4月1日、国立交渉革命委員会は七大川特区の廃止の決定と研究の七大川市の設置を決定。さらに1983年10月8日には地球市に昇格し、現在に至っている。三市かつく一県を管轄する。 七代川市2010年代60全国人口、広市主要数末高七代川市、局2018年11月19日閲覧。ありがとうございます。